ントで、整体師の学慎吾が24日、新生児をコンサートに同伴する女性に苦言を呈した。学慎吾は推しのアーティストのライブに行った時のことを回想。ツイッターで、まだ生後感もない赤ちゃん連れてくる女。気持ちは、わかるけど勘弁してくれマジで。を率直な気持ちを吐露した。続けて、泣き声で、ライブも集中できないし、スタッフさんに、粉ミルクのお湯く、ダサいって歩き回るのは、ちょっと常識ないんじゃない？と疑問を投げかけた。フォロワーからは、激しく同意、運営側が許可しているなら仕方ない、ミルクのお湯は持参するのが、筋といった声が寄せられている。